はい、どうもこんにちは。トシです。今日はですね、前髪がぱっかり分かれちゃったりとか、この辺が薄い人、女性で、まあメンズでも、まあ、あとは前髪の長さはさまざまで OK です。短くてパカッと割れちゃう人もいれば、長くて割れちゃう、まあ、あとはトップの方がちょっと薄く見えるとか、まあ、いろんなさまざまな前髪からトップに関する悩みってあると思うんですけど、まあ、それを解消する方法ですね、説明させていただきたいと思います。まあ、出かけるときにヘアセットとかするときに、まずパカッと割れちゃう分け目ですね、こちらの全く真逆から乾かしてください。ここで分かれちゃうのであれば、こっちですね、まあどちらでもいいんですけど、極端に9対1ぐらいの感覚で分け目を作ってください。今もパカッと分かれちゃうところをから真逆で作ってます。ある程度乾いてきたら、今度はまた真逆、今度はこっちから9対1を作ってあげます。あとはトップが薄い人なんかは、トップが薄い人なんかはこちらもトップから前髪邪魔になっちゃって鬱陶しいなってあると思うんですけど、もう真上からこう乾かしてください。わかりますかね。こう分け目を消すように、たったこれだけです。分け目を消す方法ですね。左から乾かしたり、右から乾かしたり、もうとにかく、9対1など、極端に乾かしてあげてください。この辺でパカッとこう分かれちゃってたんですけど、これをこうに乾かしたりだとか、また真逆からこう乾かしたりとか、乾かし方を常にチグハグにすることによって、トップとか前髪のパカッと分かれてしまう癖などを矯正することができます。で、まあそれって付け焼き刃な気がするんですよ。この分かれちゃう癖だからしょうがないよっていうの考え方は、まあちょっと間違ってるかなと思います。地道に毎日、パカッと分かれてしまう方とは真逆から乾かして寝てください。いつも昼間はまあしょうがないです、いつも分かれちゃうんだったらそこで分けてもらっていいんですけど、夜寝る前だけでも、もう真逆から乾かして分けてください。そうすることによって、真逆からの毛流れを作りますので、パカッと分かれてしまうのが、なくなってきます。気にかけずにパカッと分かれなくなります。今のやり方ってあくまでヘアセットで無理やりこっちから乾かして、こっちから乾かして分け目を消しましょう、これじゃダメです。根本的に直していくっていうことが大事だと思いますので、毎日ドライヤーの当て方を気をつけて乾かしてあげて、睡眠をとっていただけるとすごくいいかなと思います。そうですね、乾かし方もまあ9対1、ただこれだけじゃなくてブラシを使ってもっと大げさにやるっていう方法もあります。まあとにかく9対1、真逆って乾かしてあげる習慣を身につけてあげるといいと思います。で、ある程度なんかできてきたなって思ったら、例えばちょっとこう前髪立ち上げてあげる、この辺がパカッ、こっちからパカッと分かれてしまったので、まあ真逆っていうとこういうことですよね。真逆から真逆から櫛を通してあげます。こういうことですね。トップ立ち上げてます。
かも真逆からの立ち上げです。ですので癖がつきにくいです。でもこれに諦めず頑張るんですよ、毎晩毎晩。はい、真逆から乾かすっていう手段を取りました。こちらでパカッと分かれてしまってた癖が、反対側から乾かすことによって、癖がなくなります。こちらは、前髪が短くても長くても関係ありません。とにかくどんな前髪どんなデザインであってもこう反対側から乾かしてあげるっていう習慣を身につけることはとっても大事なことだと思います。分け目が逆になって気分も違うんじゃないですか。はい、気分も違うそうですご視聴いただきありがとうございます。毎日アップっていうのを目標にさせていただいてますので、美容に関する質問や、疑問などありましたら、コメントの方いただけると嬉しいです。あとチャンネル登録っていうものもしていただけると大変嬉しいです。よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございます。